カイロはエジプトの首都、アラブ世界で最も人口の多い都市であり、アラブ世界及び中東を代表する世界都市の一つ、アラブ連盟の本部所在地でもあり、アラブ文化圏の中心都市でもある、カイロ市街カイロ市街ナイル川のゲジラ島から見た、中心部、手前右にオペラハウスナイル川下流下半の交通の要衝として中世に建設されて、 より現在に至るまで長い時代を通じ、イスラム世界の学術、文化、経済の中心都市であり続けた。都市自体の人口は965万6074人。近郊を含めたグレーターカイロの人口は1、591万人で、世界第17位である。毎日新聞によれば、カイロ都市圏の人口はその後、約2200万人へ増えた。 アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて世界62位の都市と評価された。アフリカ大陸の都市ではヨハネスブルグに次ぐ2位である。一方、日本の民間研究所が2016年に発表した世界の都市総合力ランキングでは世界41位と評価されており、アフリカでは1位である。 プライス・ウーターハウス・クーパースが公表した調査によると、カイロの2008年の都市 GDP は1450億ドルで、世界第42位、アフリカでは第1位である。エジプトの乾燥した大地にナイル川が形作った、肥沃なデルタ地帯のほぼ南端、ように位置し、過酷を流れてきたナイル川がデルタを形成する、その先端に位置する。エジプトはナイルカ国地方の上、 エジプトとデルタ地方のカエジプトとに古代エジプト以来、二分されており、その両者の接点にカイロは位置する。イスラム帝国が7世紀にエジプトを征服したとき、征服者アラブ人の住まう、軍営都市が置かれて、以来のエジプトの主婦である。日本語でよく知られる、都市名のカイロは、英語名のカイロに由来しており、現地語である、アラビア語では、アルカーヒラという。しかし、現在でも、 ミスルという通称がよく用いられる。カイロの中心都市は、ナイル側の右岸、東側に位置する。ナイルを挟んで対岸の西功には、ピラミッドで有名なギーザの町がある。町の南は古代エジプトの中心都市の一つ、メンフィスである。カイロ郊外、ギーザの三大ピラミッドカイロ郊外、ギーザのダイスフィンクスとカフラーオの、ピラミッドエジプト考古学博物館古代エジプトから、 ローマ属州時代はヘリオポリスが近郊にあったが、カイロ自体はナイルデルタの湿地帯に小規模の集落が点在するだけの未開地だった。定住者が少なかったこともあって、イスラム帝国侵攻前の時代の遺跡はほとんど見つかっていない。ナイル川対岸の西側のギーザ大地には3大ピラミッドが築かれているが、そのギーザも高王国時代の終焉とともに、 ピラミッド信仰も衰退していったため、エジプト新王国時代には廃墟となっていた。アケメネス朝の時代に、現在のバビロン城のあるところに、鳥が築かれたとの説もあるが、ローマ帝国のアウグスティスの時代に3つの軍団の司令部が置かれたのファーティマ朝の送り込んだ遠征軍の将軍、ジャウハルによって征服された。ジャウハルは、スタートの北3キロメートル郊外の地点に新たに、 勝利の街を意味するミスルアルカーヒラの名を持ち、ファーティマ町のカリフが住む宮殿とイスマーイール派の学術センターとして建設されたアズハルモスクを中心に1キロメートル四方の方形の城壁を備えた神父を建設した。以来、カイロはファーティマ町200年の首都となるが、この時点ではカイロには政治機能しか与えられておらず、 航海と地中海をつなぐ中継貿易の拠点としての経済機能は依然として旧市、フスタートに残されていた。政治都市の方はカーヒラと呼ばれ、経済都市、フスタートの方はミスルと呼ばれるようになった。六大カリフのハーキムは、卑怯な行動で知られる一方で学問を奨励し、工学のイブンアルハイサムなどの優れた学者を排出してイスラム科学に カイロ学派と呼ばれる一時代を築いた。ファーティマ朝は12世紀に入ると混乱を極めるようになり、十字軍にも有効な手が打てなかった。十字軍国家であるエルサレム王国はファーティマ朝にたびたび侵攻し、ファーティマ朝はエルサレム王国に奉納することで平和をあがなった。1168年には奉納の不払いを理由に、エルサレム王国のアモーリー一戦軍がエジプトに、 進行したのに対し、最小のシャーワルは、フスタートを焼き払って、焦土戦術を取った。フスタート市民は、カイロに逃げ、以後カイロは、商業都市として、発展を始めることとなった。1169年には、ザンギー長の武将、シールクーフがカイロに入場をしたが、わずか2ヶ月後に休止し、代わって、老いのサランフッティーンが実権を握った。1169年に、 ファーティマ朝に代わって、カイロで、アイユーブ町の政権を確立したサラーフッティーンは、ファーティマ朝の政府施設を摂取すると、エジプトの政府機能の一切をカイロに集約させた。カイロ南東のモカッタムの丘の端に城塞を建設して、守りを固めるとともに、城壁都市街を南に拡大して、フスタートをカイロに取り込ませる形で都市の拡張を進めた。この事業は、 アイユーブ朝に続くマムルーク長の時代に至って完成し、東西交易によって空前の繁栄を迎えた。1258年にバグダードがモンゴルに征服された後は、アッパースケ松へのカリフもカイロへと迎えられて、イスラム世界の政治的、精神的な中心地ともなり、スンナ派を報じたサラーフッティーンによってシーア派から、スンナ派のイスラム学院に改められたアズハルはスンナ派。 イスラム世界の最高学府として高い影響力を持つようになった。カイロの街にはアイユーブアサ、マムルーク朝のスルタンやアミールなど有力者によって盛んに建築事業が行われ、モスクをはじめ多くの歴史的建造物が立ち並ぶイスラム都市としても発展した。カイロの旧市街は世界遺産にも登録されている。しかし、14世紀に頂点を迎えたカイロの繁栄は、 15世紀以降、ペストの流行などが原因で次第に衰えを見せ始めた。1516年にマムルーク朝がオスマン朝に征服されると、オスマン帝国の一地方であるエジプト州の州都に過ぎなくなったカイロからは、スルタンもカリフもいなくなって、政治的な重要性は失われ、文化活動も沈退した。しかし、依然として、活況を呈する交易によって人口も回復し、 再び繁栄に向かいつつあった。1798年、フランスのナポレオン・ボナパルトがエジプト遠征を行い、7月21日にピラミッドの戦いにおいてマムルークたちの軍に勝利し、翌22日にはカイロを占領した。ナポレオンはイズベキイヤ湖近くに司令部を置いたが、しかしエジプトを統治することに失敗したナポレオンがカイロに、 滞在したのは1799年8月22日までの1年余りに過ぎず、フランス軍も1801年8月には降伏する。1847年のカイロシチズ19世紀後半の下でる彼らの侵攻により、エジプト情勢は動揺を続けるが、やがてアルバニア洋兵隊の隊長だった軍人、ムハンマド・アリーが後の混乱に乗じて台頭し、 エジプトの世襲支配者として君臨するに至ると、反独立のムハンマド・アリー町の下で再びカイロは政治の中心となり、都市の近代化が進められた。特に19世紀後半のエジプト大使、イスマー・イール・ッパ社は近代化に熱心であり、スエズ運河の開通に合わせてナイル川東岸の低湿地を開発して、フランスの首都パリの都市計画に習った新市街を旧市街の西側に建設した。 イズベキイヤコは埋め立てられて公園となり、それ以西のエリアが開発された。イスマー・イール・パシャは新市街にあったアブディーン宮殿を改造して居城とし、シタデルに代わって、以後はアブディーン宮殿がエジプトの統治者の居城となった。また、1856年にはアレキサンドリアとカイロを結ぶ鉄道が開通し、ミスル駅が開業した。しかし、 これをはじめとするイスマー・イール・パシャの近代化政策はエジプト財政を破綻させ、エジプトはイギリスの保護領となった。その後もカイロの開発は続けられ、1894年には東部郊外の砂漠にニュータウンとしてヘリオポリスが建設され、以後続々とカイロ郊外に建設されるニュータウンの講師となった。20世紀に入るとゲジーラ島が高級住宅街化し、 カイロ駅北のショブラ地区が労働者の居住地区となった。2011年2月8日のタハリール広場のデモ1922年にエジプトは独立を果たし、カイロはその首都となったものの政治の実権は未まだイギリスが握っていた。これに不満を持った市民は1952年1月26日に黒い土曜日と呼ばれる大暴動を起こした。この混乱の中、 7月23日にはナーセル率いる自由商工団がクーデターを起こしカールュク国王を追放したエジプト革命である革命政府はカイロの近代化を進め東部郊外のナスルシティなどに高級住宅街の開発が進められたカイロの人口は急速に増大しカイロ都市圏の人口は1907年に95万人だったものが 1936年には160万人、1952年には290万人、1988年には1200万人に達した。しかし急激な開発は、カイロへの富の集中と市内での貧富の差を生み出し、やがて2011年、ホスニームバーラク大統領の長期政権に不満を持った市民が、市の中心部である、新市街のタハリール広場などに集結して、 抗議デモを行い、これにより、ムバーラク政権は崩壊した。また、2012年頃からは、電力不足により停電が常態化しており、2014年には、都市部においても1時間の停電が1日に34回、起きることもある。同年9月には1日近くにわたる停電も、発生し都市機能は麻痺した。これに対して、アブドルハッターフアイコールシー大統領は、120億ドルの、 資金が電力解消に必要であり、エジプトは現在それだけの経済的余裕を有していないと述べており、改善の見通しは全く立っていない。こうした人口増加により、回路では交通渋滞や大気汚染も深刻になっている。その解決策と雇用拡大を兼ねて、CC 政権は2015年、回路中心部から東方約 35km 約 50km に、 かけて、カイロ国際空港よりさらに東に新首都の建設を開始した、エジプト国防省系企業、新首都都市開発の所有地を開発して、650万人の居住を想定している。総事業費は約450億ドルを見込んでおり、中華人民共和国が一帯一路の一環として、外区建設やカイロ中心部からの鉄道敷設に出資、融資する。 2019年から2020年にかけて大統領府や官庁などを移転する計画である。カイロ上空からの衛星写真ナイル川は平坦な砂漠を流れる河川ではなく、東はアフリカ大地交代に連なる山脈によって、航海と遮られている。カイロ周辺では南東に約1 0 0トル離れたガララール・ババリーや山などが際立つ。ナイル川の西側も高地であり、 ナイル川が流路を変える可能性は低い。ナイル川の水の恵みを受けているのは南北に連なる。幅15から2 0トルの細長い地域だけで、カイロ市街の南方 10km まではこのような風景が続く。カイロは2つの高地が終わる。ちょうど扇状地の扇状に相当する位置に広がる。このため、 カイロ自体の標高は15メートルから60メートル程度だが、南東方向に2キロメートル進むだけで、標高150メートルにまで達する。この地区は、モッカッタム丘陵と呼ばれる。カイロの地域は、ナイル川の東岸及び二つの中州に限られており、ナイル川の西岸は、ギーザ市である。カイロとギーザの市街地は一体化しており、カイロ地下鉄の路線も、ギーザまで伸び、また、 カイロ動物園やカイロ大学も、所在地は、ギーザである。タハリール広場とモガンマーカイロの中心は、ナイルガー東岸にほど近いタハリール広場である。タハリール広場の周辺には、モガンマーと呼ばれる、政府庁舎ビルや国民民主党本部、カイロアメリカン大学の元キャンパスや、エジプト考古学博物館、アラブ連盟本部ビルなどがあり、また、カイロ地下鉄のターミナル駅である。 サダト駅もこの地下にある。2011年エジプトソーランにおいては、この広場に民衆が集結し、ホスニームバーラク大統領の退陣を求める民主化デモの拠点となった。この辺りは、カスルアンニール地区と呼ばれる、タハリール広場から北東には、タラートハルブ広場があり、この周辺から、タラートハルブ通りやカスルアンニール通りにかけての一帯が繁華街となっている。その北東には、 オスマン時代には湖であったところをムハンマド・アリー朝時代に埋め立てて作ったイズベキーや公園がある。さらにその北にはカイロの中央駅であるラムセス駅があり。ここからアレキサンドリアやデルタ各地、アスワンなど上、エジプトに列車が走っている。また、タハリール広場から東に400メートルほどのところにムハンマド・アリー朝の王宮であり、現大統領府であるアブディーン宮殿がある。 タハリール広場から南のナイル川沿いはガーデンシティと呼ばれ、イギリス統治時代にエジプト総督府が置かれ、開発が進められたエリアである。ガーデンシティの名の通り、庭園に囲まれた高級住宅街が広がっている。このタハリール広場を中心とした地域は新市街と呼ばれ、19世紀のムハンマドアリー朝の時代に都市開発が進められた地域で、現在でもカイロの中心である。 新市街の向かいには、ナイル川の中洲であるゲジーラ島が浮かぶ。ゲジーラ島は、北部が高級住宅街であるザマーレク地区。南部は、現代美術館などの博物館地域と緑地となっており、南部の中央付近に高さ187メートルのカイロタワーが建っている。ゲジーラ島中央部とエジプト考古学博物館の間には、カイロの交通の大動脈である10月6日橋が、 かかっており、この橋を通る10月6日通りは、ギーザとゲジーラ島、新市街中心部をつないでいる。螺旋状のミナレットが残るイブントゥールウーンモスク。新市街から東には、旧市街が広がる。この地区は、ファーティマ朝時代に建設された、本来の回路にあたる地域である。旧市街北部には、アズハルモスクと、988年に創立された、 イスラム世界最古の大学であるアズハル大学がある。アズハル大学の隣には1382年に宿場が作られて以来大規模なスークとなっているハーン・アル・ハリーがあり、現在では土産物屋がの木を連ね、観光名所となっている。旧市街のメインストリートは市街中央を南北に結ぶ無意図通りである。ここにはファーティマ朝時代道の東西に宮殿が建っていたことから、 バイナルカスラインとも呼ばれる。旧市街南部、モカッタムの丘にあるシタデルは、1176年に、アイユー部長の創始者、サラーフアッティーンが築いた王宮であり、その後のマムルーク長やオスマン帝国の時代も、使用され、19世紀半ばに、アブディーン宮殿が建設されるまで700年近く、カイロの政治の中心だった。ここには、 ムハンマド・アリーン・モースクが建設されており、市内のランドマークとなっている。シタデルを挟むようにして、市街の東側に南北に伸びているのが、死者の町と呼ばれる墓地である。エジプトの墓地は、屋根のついた家のような造りになっており、貴重なものも多く世界遺産に登録されているが、回路の急拡大に伴って、市街地に収容しきれなかった人々が墓へと住みつき、2万人が居住していると言われる。 シュタデルの西は古いカターイーの街のあったあたりであり、イブントゥールーンモスクなどが建っている。詳細は、オールドカイロを参照ローダ島のナイロメーター、新市街からナイル川沿いに南には、オールドカイロがある。ここは、カイロで最も古い市街地であり、コプト教徒が多く住む地域でもある。コプト地区には、コプト博物館やギリシア正教会の修道院、ユダヤ教のシナゴー群などがある。 コプト地区北側にはアムルイブンアールイコールアースモスクがあり、その東側にはカイロ発祥の地であるフスタートの遺跡がある。12世紀の大火により消失し、一度は再建されたものの14世紀にペストの蔓延によって放棄されて以降、この地は廃墟となっている。そのさらに昔のローマ帝国やビザンツ帝国時代の史上であるバビロンの遺構も残っている。 オールドカイロの対岸には、ナイル川の中州であるローダ島が浮かんでいる。ローダ島の南端には861年に建てられたナイル川の水位計であるナイロメーターが設置されている。ナイル川沿いの市域西部と違い、市の東部は20世紀も後半になって開発された地域である。カイロ中心部のベッドタウンとしての性格が強い。まず東部の中央にあるヘリオポリスが開発され、 さらにその南東に続いて、ナスルシティが建設された。ナスルシティには、ピラミッド状の無名戦士の墓、カイロ最大のスタジアムである、カイロ国際スタジアムや中国の援助で建設された、エジプト最大のコンベンションセンターである、カイロ国際会議場などがある。その東には、カイロ国際空港があり、カイロの玄関口となっている。ラムセス駅の北は、ショブラ地区、北西は、 ブーラーク地区と呼ばれる。どちらも、ムハンマド・アリー朝時代に開発が進められたエリアで、工業化政策に伴い多くの工場が置かれた。ブーラーク地区はかつては、ゲジーラ島と共に、大きなブーラーク島を形成していたが、ナイルの稼働の変化によって、両地区は切り離され、ブーラーク地区は、東岸と一体化した。この地区には、エジプト国立図書館が置かれている。ナイル川のパノラマ。 中央やや左にカイロタワーが見える。欠片の気候区分では、砂漠気候。カイロの位置は、北緯30度03分、統計31度15分であり、主要都市では中華人民共和国の武漢や、アメリカ合衆国のヒューストンやニューオーリンズと同じ、井戸である。また、日本の種がし、経度では、ロシアのサンクトペテルブルクやウクライナのキエフと近い。年間を通して、ハエが吹き、 特に4月から5月にかけては、ハムシーンと呼ばれる砂嵐が続く。年平均降水量は26.7ミ、mm、リメートルと、少ない。カイロがアフリカ一の大都市、砂漠気候に位置する都市として、最大の都市となり得たのはまさに、ナイルの恵みのためである。最も寒い1月の平均気温は、摂氏14.0度であり、最も暑い7月は、摂氏28.4度である。 4月に南西のリビア砂漠の方から吹きつけるハムシーンの季節を除けば大気が乾燥していることもあって過ごしやすい。降雨はほとんどなく、特に最も乾燥する7月から9月にかけては全く降雨がない。逆に冬季には数日間だが鈍天の続くことがあり、わずかながら降雨もある。晴天であれば冬は気温もあまり下がらず。 ヨーロッパ方面から悲観を兼ねて観光客が多く来るのもこの季節である。カイロ地下鉄の路線図カイロ地下鉄の駅市内を走るバスエジプト航空のハブ空港でもあるカイロ国際空港が市内から1 5トルの距離にある日本の成田国際空港との間に直行便が就航している。また関西国際空港への直行便は運休が続いている。 市内中心部まで路線バスが往復している。将来、延伸工事中の地下鉄3号線が乗り入れる予定。ラムセス駅が中央駅で、エジプト鉄道がアレクサンドリアルクソールアスワン方面へ運行しているが、南部上エジプト方面へは立ち入り制限区域の関係で、外国人の乗車できる列車が限定される。回路地下鉄が3路線運行している。料金は、 全線均一の 3LE で、場内において乗り換えが可能である。券売機はなく、駅窓口で現金で切符を購入する。改札は自動改札となる。運行本数は多いが、いつも混雑している。女性専用車両もある。現在3号線がヘリオポリス方面で建設中であるかに、4号線が具体的な計画段階になっている。かつて市内中心部から、 ヘリオポリス方面に6系統運行しており、途中のアインシャムス大学前駅までメトロ1号線と並走していた。一部ヘリオポリス内での区間運転も存在した。メトロ1号線のハルミアット LZ22 駅でヘリオポリス横断系統の5番系統と乗り換え可能。6番系統はカイロ国際空港入り口近くのサンシティモール裏のノズ浜で運行していた。列車編成ごとに系統が、 固定化されており、列車の前後には行き先がしっかり表示されていた。一方、時刻表が存在しないため、団子運転や逆に30分以上待っても何も来ないなど、運転感覚はばらつきがちであった。また主に道路の U ターン部分で乗用車が起動時期に乗り入れてくるが、列車優先のルールが存在しないため、道路渋滞の際は影響をまともに受け、 遅れの原因ともなっていた。40年以上前に日本の近畿車両から導入した車体が未だに使用されていた。英国統治時代の1890年代に開業した後、最盛期には営業距離が 100km を超えたものの、自動車優先の政策や世論に押され、運行区間はほぼ半減した。上記のように運行や所要時間が不透明なため、運賃は50ピアストルと安いものの、 利用者はまばらであった。廃線後は交通渋滞解消のため道路拡幅やバス専用道路に転用されている。2015年までにヘリオポリス内の一路線を除いて全て廃され、軌道も除かれた。残った路線も地下鉄3号線の延伸に伴って2019年に廃線となった。赤、薄緑、水色の3種類の回路市交通局の大型。 中型バスが市内をくまなく走っている。前面にアラビア数字で、系統番号が、またアラビア語で、往復の始終点と経由値が書いてある。値段は、系統内は距離に関係なく、一律で、1乗り50パートから 2LE 程度であり、車掌、または運転手に料金を支払う。エアコン付きバスは空港行きやエジプト各地へ向かう、長距離バスのみ。 また個人経営のミクロバスも多数運行されており、距離に応じて0.5から 3LE。ミクロバスは、ワゴン車タイプと運転台が、トラックのようで後ろに少し大きめの客室を乗せたタイプとあるが、両方とも金額及び、運行方法は同じ。車体全部が白い車両は、モハンデシーンを含むギーザ方面及びヘリオポリスやニューカイロ方面、下半分が緑の車両は、 北部のショブラ方面、下半分が青の車両は南部のマーディア、ヘルワン方面と方向別に色分けされている。料金システムによりメーター製と交渉製の2種類ある。前車は白地にチェッカーフラッグ柄で比較的車体は新しくエアコン付けも多い。メーターは時間と距離の併用性のため渋滞や交差点で滞留するとメーターが 自動的に時間加算モードに切り替わり加算されていく。初乗りは 2.5LE で深夜加算はない。後者は白黒のツートンで、車体は古く、エアコンがない場合がほとんどである。また、配車アプリのウーバーとカーリームが利用可能となる。料金目安は30分の乗車距離で30イリグップである。低層住宅地内では、東南アジアから輸入されたミワタクシーが営業している。 運転手は無免許の場合が多く、また小回りの利く車体であることから、逆走や無理な追い越し等の無謀な運転をされがちのため、利用を避ける地元民も多い、営業可能な範囲や道路が規制されていることから、市内中心部で見かけることはない。カイロはアラビア語圏最大の都市であり、音楽や文学などの文化のアラブ圏での中心となっている。カイロは、 多くの文学作品の舞台ともなり、特にアラブ圏発のノーベル文学賞を受賞したナギーブ・マフ・フーズは自らもカイロの下町出身であり、代表作であるバイナル・カスラインから始まるカイロ三部作をはじめとするカイロを舞台として庶民の姿を描いた多くの作品を執筆した音楽の中心もカイロであり、東方の星と言われた大歌手。 ウンムクルスウムをはじめとして、多くの歌手がカイロで活動し、他のアラブ諸国からも多くの歌手がカイロへとやってきて、ここでの活動で全アラブ的な人気を獲得し、スターダムにのし上がっていった。カイロはアラブ圏の映画の中心地でもあり、毎年11月から12月にかけて、カイロ国際映画祭も行われる。アズハル大学エジプト最大のカイロ大学級市街に、 あるアズハル大学は988年に創立されたアラブ世界最古の大学である。当初は見学したファーティマ朝の宗派であるシーア派のマドラサであったが、1171年までにはスンナ派となり、以後もイスラム教学の最高学府として世界中から留学生を集めてきた。百六十一年にはナセル政権下で総合大学となり、工学や農学といった、 理系学部も設立された、アズハル大学が宗教教育専門だった、時代、世俗教育の最高学府となっていたのは1908年に創立されたカイロ大学である。カイロ大学は、キャンパスはナイル対岸のギーザにあるものの、地下鉄などによってカイロ市内と結ばれている。このほかタハリール広場に面する1919 19年創立のカイロアメリカン大学や、 ヘリオポリスにあるアインシャムス大学など多くの大学が存在する。サッカーはエジプトにおいて最も人気のあるスポーツであり、カイロには国家レベルから地域レベルに至るまでいくつかのサッカークラブが存在する。最もよく知られているクラブとしてアルアハリとアルザマルクがありエジプト国内だけでなくアフリカのアラブ地域においても高い人気を持つ。両者は ライバル関係にあることでも知られ優勝を争っている。カイロにはいくつものサッカースタジアムがあるが、最も大きく施設が整っているのは、カイロ市東部のナスルシティにあるカイロ国際スタジアムであり、あるアハリが本拠として、あるザマレクがサブスタジアムとしてそれぞれ使用している。サッカーエジプト代表のメインスタジアムでもあり、アフリカネーションズカップ2006や2009年、 フィファ U-20 ワールドカップの会場ともなった。また、スカッシュの有力選手も多い。マンシェット・ナセルも参照2009年に世界的大流行した新型インフルエンザが豚から感染すると伝えられると、国内にいる豚の全盗撮処分が行われ、輸入も禁じられた。エジプトでは政府ではなく主にキリスト教徒らが中心となって民間企業などが豚の餌として 生ゴミの収集を無償で行っていたが、豚が殺処分され生ゴミの収集を行わなくなった。この結果、カイロなどの都市部で生ゴミが多く放置される結果となり深刻な衛生問題を抱える結果となってしまった。カイロは以下の都市と姉妹都市となっている。年号は姉妹都市締結の都市である。政府日本政府建築遺産その他。ありがとうございます。